前回、渋谷を襲うバエル軍を倒したら、雷天使ガブリエルが降臨したので、入り直しで渋谷を復興させます。加速。今回は久しぶりに、ほぼ全編加速の巻進行ですわ。まずは復興した店。浮世では、ナックルブラスターがようやく販売されました。ちょっと今更感が拭えませんわね。防具屋にはニュートン待望の雷耐性防具があります。儀典の全身防具で唯一装備する価値がありそうですが、宝石の装着個数が減るので、そこをどう捉えるかですわね。話聞きに行きます。VTuber の話かしら。 YouTube の広告で見たことがある気がしますが、詳しいことはちょっとわかりません。わからないことは素直に聞きましょう。ふむ。前回ガブリエルはアヤト君を救世主が降臨する前の準備役としていました。ここでイエスの準備役としてのヨハネの話をするというのは、メシア教の見解としてはヨハネとアヤト君を結びつけて、アヤト君が救世主ではないことを強調したいのかしら。何その中二ハートをくすぐるワード。神と悪魔の戦いに関与していて救世主を輩出していたとなると、悪魔やら吸血鬼やらと戦ってる神父を想像すればいいのでしょうか。デスピサロみたいですわね。散々引っ張ってきたサロメの話は、要するにクレイジーヤンデレなのか。地上のもつれて殺されてるんですが、殉教扱いでいいのかしら。振られた腹いせにこちらを殺しに来そうなヤンデレ。あ、どうやらこの親子は、なかなかのメシア教徒のようです。真のメシアが現れるといいですわね。またサロメの話。フラグが構築されていきますわ。最初の母子を除けば、基本大した話はしません。子供に至るまで、節々にメシア教徒特有の傲慢さや先民主義が垣間見えます。かつてペンタグランマの連中が、シェルター住人を激しく嫌悪していましたが、こんな奴らだと思われたら、そらそうよ。しかし、10年もすれば前回の大聖堂も復興の寄付金を募るほどに破壊され、神を崇めてるふりをすれば入れるくらいカテゴラルの審査もゆるゆるになり、3人のヒーローが帰ってくるまでに方針転換をせざるを得ないような大事件があったであろうことが伺えますわね。あと東京大破壊の実行犯はメシア教、ここの歪曲だけは許しませんわよ。この悪辣な言い草、もしや五色不動の宝石をえぐり出した犯人は、
こないだ生首を回収したので知ってますわ。まだ吸収していない文明がいるので、今のバエルは完全体ではありません。単純にマンパワーが不足しているという事情もありそうですが、やはりそうなりますわね。ただバエルの思惑が分かったところで、戦って勝つ以外に道はありません。五色不動の結界消滅効果にリアルタイム貼り直しで対抗しています。そしてこの部屋には例の宇宙人みたいな捜査官が集合しています。早速話を聞いていきましょう。あの時の幹部たちはバエルが自分たちをつなぎ止めるためにと言っていました。幹部側は娘を嫁に出す戦国武将のようなノリを想定していたのでしょうが、バエル視点ではこの見解も正しくはなさそうな気がします。簡単にくっついて生き返る状態は死んだ扱いになるのかしら。ユーカリン、バエル絶対殺す女という疑惑をかけられる。復活後のユーカリンの人格がどうなってるのか全然わからないので、何とも言えませんわね。ムー、謎のもったいぶり具合。部下は渋谷が襲われてる時から一人だけ部屋にいたあいつです。後で会いに行きましょう。ダゴン自体は魔王として神話に出演していました。起点にはプチダゴンという回復アイテムがありますが、まさかあれはバール教団が生産しているのか。まあ、ユーカリンはそうでしょう。あいつかしら？でもあれ、多分人間に転生はしてないと思うんですが。以前ベルフェゴールが言っていた、嗅ぎ回っている奴らというのは、間違いなくこの捜査官たちでしょう。スケベなパワーでは平和な統治になりそうなんですが、このまま歴史が進むと東京は死にます。果たしてどちらがいいのか。ユーカリンを食う権利を得た幹部以外もバエルの分霊だったとすると、今まで戦った大半のボス悪魔が分霊だったのかしら。分霊吸収についてはマルドゥークがあの時に話していましたわ。メシア教はバール神も魔王バエルもバエル呼びなので非常に紛らわしい。
かし、前回のガブリエルの話でのイシュタルの件もあるように、バール神が分割され、その片割れがバールというメガ天使官もイシュタル同様、起点では採用してないのかしら。例のゴッドサイダー装置で生首に血を垂らすための生贄か。ただでさえ、メシア教の核攻撃と悪魔との生存競争で人口激減したのに、こんなの放置したら滅亡待ったなし。すぐにバイルを貪りに行かなければ。では、別室の捜査員のところへ。ふむ。ローヒーローも復活した時には裏で油塗られてたのかしら。つまりイシュタルをエホバに置き換えて、イシュタルに捧げられるのが聖王、エホバに捧げられるのが救世主と言いたいのでしょうか。聖王の在任期間短すぎ。聖王とキリストの共通点がどんどん洗い出されていきますわね。言いたいことはこれでしょう。ガブリエルやメシア教徒が必死に否定したバール神の分霊、カツラキアヤトが救世主になりうる可能性。神やセラフたちの公認は得られないでしょうが、それはアレフも変わりませんでした。確かにこれは、そのまま報告したら上層部に消されそう。ラストバトルを控えて最後の合体。まずはアプサラスタスアクアで水曜の最高ランクアナーヒータ、新ファイブにも出てたみたいですわね。ヴァンパイア、アナーヒータ、チャターユの三神で女神ウルド、ウルド、トヨタマ姫、アクアで、こないだ倒したアシラト。合体はまだ続きますわ。レカラビア、カヤノ姫、ボルトロスで。いつぞやの大天使ファニエル。ファニエルたすとヨタマ姫で魔人ルー。そしてルータスアシラトで女神アマテラス、
れた。ここまでやっても、強者揃いの女神の中で上から2番目だけあって、パラメータ補正が全然ついていませんが、この器用さプラス2が欲しかった。一切の無駄がないスキル構成。高間ヶ原で、隼人くんに伝授したとことのパチリも、ちゃんと使えますわ。回復ポイントでは、中央で拾った鬼人の子を綾人くんに。そして、ここまで温存してきた職人の子を、すべてアマテラスに投入。装備はこんな感じです。さらにクリスタルで器用さを強化して。雨露に装備。矢は攻撃力が一番高い混合矢。は熟しましたわ。いざ決戦の地、ヴァエル城。先生は会話で対処します。アドニス、爆心地コロシアムでセルフ周知プレイをしたアドニス。調査官によると、このアドニスもバイルの分霊だそうですが、本来のバール神にもこういうユーモラスな性格があるのでしょうか。槍がゲイボルグになってます。長らく見かけませんでしたが、完全に心の傷は癒えたようです。あの時は邪魔が入りましたが、今度こそ生命活動を停止させてくれますわ。因縁の宿敵、アドニスとの最終戦です。まずはビザーノ。ありのままの自分で勝負しろ。かわされた。初対面のミュートンも遠慮なくオクトパイプ。ここでユーカリに射精。ミラ系を多用するテクニカルな戦闘スタイルになってますよね。アマツユニの試し撃ちもしましょう。カルタルト1000ダメージ。一手で気軽に繰り出せる攻撃としては十分。バイルをアドニスを取り込んでアゴになれ。経験値の運び屋としての性質は健在。おいしゅうございますわ。起点の世界を彩った名物悪魔がまた一人倒れました。ここからヴァエル城への本格進行ですが、このタイミングで行けるようになる。ヴァエル城1階の東側半分は丸々罠です。なかなかの腐れ構造。正解ルートはルイルイに邪魔されて進めなかったこちら。大手町駅にもいたナーガラジャ。合体材料として有用でしたわ。ダメージ部屋という人の悪意の結晶。こちらは一方通行で戻されるところですわね。この構成でゴルゴンは厄介です。即死コンボで処理。ワープ地帯がありますが、上の神殿ほど複雑ではありません。
ここに来て、宝箱の罠が重い。呪いを治療できるカトラディ初期持ちは、鳳凰の売りの一つでしたが、ビルが覚えています。登場が遅い。遅すぎますわよ、ホルムリス。そして、ナーガカンニャです。ここライブ上での稼ぎ相手として、有名な竜王ですわね。初期スキルはかなり有能。しかし、やはり登場が遅すぎましたわ。山の最高ランク、ヴァンパイア。先ほど合体で使ったのはサキュバスを、ランクアップさせて作ったものです。剣がレベル13のガミジンさんと同じ。はあ、つっかえ。YouTube の米にあった属性不一致が起こるか確かめてみましょう。今回は普通に仲間になりましたわね。そしてセーブ端末。ここは池袋や六本木にあった見えない壁で仕切られています。ああ、めんどくさ。のかじりを食らえ、ナーサカンニャ2体が一撃で蒸発。まさに日本の最高神。ダイヤモンドを落としました。ここまで来れば強化も容易ですわね。今度はマンティコア。こいつはエメラルドを持っています。魔力、知力、魅力は見事な高さですが、相変わらず偏りが極端です。幼鳥ケライノもここで初登場。上位の幼鳥が通常出現しないというのはシリーズでも珍しい気がします。正規ルートはワープですが、まずは階段。ランダはまずいですわ。ユーカリン起床。アグダヨンも食らえ。よく考えたらデビルイレースでよかった。こちらはハンババ。大きな嘆願がチャームポイント。こいつも豊穣の剣に耐えるのか。戻ってワープゾーンへ。上り階段が見えますが、一方通行で入れなくなっています。ワープを繰り返して進みましょう。メガテン名物ケルベロス。データ取得します。
階段を往復で復活させてみましょう。安定のサマリカーム持ちですが、ナーガカンニャも持ってました。起点では、いわゆるケルベロス枠としてニュートンがいるので、本物のケルベロスは存在感がいまいちですわね。ここは右に行くとダークゾーン地帯、左に行くとダメージゾーン地帯です。どちらから行ってもいいんですが、今回はダークゾーンを採用します。ドッペルゲンガーもまずいですが、デビルイレースを食らい、ダメでした。ユーカリに頼みましょう。そっちじゃない。壁の色が変わりましたわね。そして一本道になりました。この声は？やっぱりルイルイ。そして、徹夜の心臓も食ったな。つまり、ルイルイの正体は、もうお分かりですわね。極くじを焼き打ちした魔王アスタルテ。しかしでかくて迫力があり、美しいデザインですわ。土直球で二択を突きつけてきたアスタルテ。神聖法王バールアヤとはどちらを選ぶのか？次回、いよいよラストバトル。この宿命の戦いに終止符を打ちますわよ。今回の本編はここまでとなります。引き続き悪魔紹介をお楽しみください。起点、女神転生、デビルアナライズ。今回の収録悪魔はこのようになっています。竜王ナーガラジャ。バイルジョン以外では大手町駅にもいましたわね。窓口なので、交渉中に脇から刺される事故が起きることがありますが、合体材料としては実に優秀です。カヤノ姫と合体させれば、竜族の同大種族合体が成立して、少し楽に豊玉姫を作れますわ。鬼女ゴルゴン。ナーカラジャと同じ場所に生息していますが、物理に対してはまさに鉄壁の体制です。これは殴ってもどうにもなりません。しかもハマ、主殺無効という他作品ならライト悪魔でもおかしくない体制。終盤の壁役としてのスタメン起用はかなりありな気がしますわね。地母神の城と、みんな大嫌いな起点四強の一角です。多くのプレイヤーを葬り、最強疑惑も根強く囁かれる超害悪ボスですが、本シリーズでは様々な対策法を実演しておりますわ。未見の方は、母なる金星ディープ機構をこの動画の後にチェックですわ。そんなアシラとの仲間バージョン。先ほど合体で作りましたわね。バステ体制消失はいつものことですが、ボスバージョンとレベルが違っています。女神の微笑みは維持しているものの、あくまで使われるのが怖い特技で、こちらが使う意味はあまりありません。そんな暇があったら殴りましょう。いかがでしたか？今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。